バースがありまして、バースでほぼ全部言い切っちゃってて、本編の方が逆に付け足し的な感じなんですね、本当の歌詞は。で、その本当のその我々が普通にやってるあの部分だけの歌詞だけやとあんまり成り立たないんですよ、本当はね。で、私はいつもシャンソン歌手の方と一緒にやってるので、バースをやってるんですけど、バース指でやってます。
流行ってるのはね、あのフランス語では死んだ派っていうような感じの言葉になるんですね。あの日本みたいにその詩的な表現じゃなくても終わった役に立たないもの、まあ、あとゴミになるだけみたいな、そんなイメージで、まあ、あなたに去られた私は何の価値もない枯葉のようなそんな存在になってしまったみたいな感じの曲です。枯葉でした。それでは残りのメンバーを全員呼んでみたいと思います。ホンジャラミさん、アナコンダ、伊達、以上です。で全員ですね、メンバー倍増しました。なぜ 100% 取るもんですかね。 100% 取るもん、お客さん、お客さんは全員取るもんですね。だからもういろいろバレてるんでもういいんですけど、逃げも隠れもしますね。先日ね CD を出したんで、その曲もちょっとやろうということで、ちょっとやろうとおかしいけど、まあ、別にもちろんドラムとデュオで入れたわけじゃないんで、全然向かない曲もあるから、それはまあやらないですけども、曲名に入れました。まあ、アレンジはだいぶ違います。ベアートネイバットという私の曲を二人でやってみたいと思いますが、段取りはまだ全然彼に伝えてないので、普通と違うとだけ言っておきます。
こういう和三郎さんのキーでやってるんですよ。さっきの枯葉もそうですけど、で枯葉はね多分あれが元気なんですよ。 Bm が多分元気で、男の人の歌うキーになって幸せやってるんです。でそれはまあこの篠沢君は和三郎さんのキーでやってて、もうそれしかもうイメージできないから多少面倒くさくてもいいやと思ってやってるんですけど、面倒くさいです。
昨日やったりしましたね。それでは月まで到達しないことはないんです。佐々木卓さんの月のすごくこれいろんな人ね、リンモーガンとかフレディ・ハバードとかやってますよね。やっぱりそのアメリカとかには多分ないタイプの曲ですね。で西洋的な解釈も、まあ、つけやすい感じ。私の、まあ、今やってるバンドジェリーミーズファクトリーっていうのがあるんですけど、この1枚目のアルバムに入れた曲なんですけども、だいたいレコーディングの時に僕いつも、まあ、今回は違いますけど、その日に急に言って、だいたいその基本的にレコードはそのいつもやってる曲を入れるもんなんですけど、1曲か、まあ、1曲ね、だいたい1曲はその当日に急に持って行ってこれやろうってやるんです。するとなんかね、結構面白いものができるんですけど、この時も、一番の時もこの曲を当日急に持って行って やりました。なので、今でもあんまり演奏することはないんですけど、この間うちの生徒がこの曲やりたいって言って、おお、そうか、これやりたい人がいるんかと思って、ちょっと嬉しかったです。ウォーキング・ウィズ・ジェリー・ビーンズという曲で、これはまあ、出かける時はいつもジェリー・ビーンズと一緒にねって、まあ、そんな感じでいつもみんなのそばに、我々の音楽があればいいなという願いを込めて作った曲です。ウォーキング・ウィズ・ジェリー・ビーンズ。Thank you.
メンバー紹介します。ドラム、アナコンダ、伊達、ドラム、トミーです。ちょっと聞いていただき、ありがとうございます。Thank you.
As fast as you can.
人とか2人でやってるから息数間がないんですよ、ね、ゆっくり息吸えないんですよ。いや変態でしょ。もう気持ち早くやりたいですね。あの変態ってなんかそんな店ありますよ、広崎なんか スケベーが家演奏じゃないスケベーっていう声かかるというね、今はいたんですけどね。今元気ですかね。どうしたんですか、ね、広崎面白いんですよ。僕はあの日本全国いろんなとこ行ってますけど、広崎が一番夜遅いですよね。そうです。だってあそこでやってだいたいまあ3時とかにその店行って5時に出てきてもまだ全然どこも空いてるという恐ろしい街ですよ。さすがにそんな街ないですね。沖縄とかそうかもしれないですね。あ、そうですね、沖縄とかですね。朝7時、8時にあのヌルエアの人たちが飲みに行く。めちゃくちゃ、それ日本じゃないよ。9時寝る。あ、でもね、新宿歌舞伎町とか行くと、ね、朝10時にあのまだあのあれしてますから、呼び込みしてますよね。コストとかすごいです。チェックアウトしたらまだその辺に立っててか、ね、読み込みしてるって恐ろしい街です、ね、大好きな街です。できる限り東京泊まるし歌舞伎町泊まります。すごい好きなさ、わい雑なね、いろんなもんがある大好きです、ね、ビンビン刺激があると思う。ただ最近ちょっと外国人度が上がってきて、なんかもうどこの国のか分からへんくなるんですよね。歌舞伎の下がってたところにあるあのバーガーキングかな、もうね、すごかったですよ。もう中国人とかで知らないから、ね、何人かわからん人がカウンターにいて、比較みんなスペイン系の人だったりして、日本人僕だけみたいなね。どこやねんこれみたいな感じになって、まあ、東京もそんな感じですね。たまに東京行くじゃないですか。コンビニ入ってもファーストフードとか行って、店員はもうほぼ100%向こうの人ですよ。日本人いないですよね。大体日本人いないですよね。びっくりしますよね。日本人あんな安い仕事しないんじゃないですか。ね。でもね、もう10年以上前にね、六本木で僕大晦日に東京仕事があって、で何とかして六本木にいたんですよね。ほんならね、すれ違う人全員外人でした。あの中国人とかアジア人じゃなくて欧米人、全員白人か黒人、すごかったです。なんかこいつら結託したら僕らの一頃やんなと思いながらね、日本人誰もいないんですよ。怖かったですね。あの大晦日なんか人の流れがぶわーって、でも全員外人なんですよ。こんだけ外人日本におんのかとかちょっとね怖かったけど、今やもっとすごいですね。本当にそのアジア系のどこの人か分かって、で京都の観光とかでもね、あのこんななんか被った人とかね、昔はそんな全然いなかったんですけど、最近多いんですよね。たぶんインドネシアとかマレーシアとかあっちの方だと思うんですけど、すごく多くなりましたね。そういう人たちも割とお金あるようになったんですかね。つまりね、日本に旅行に来れるってことは相当向こうではね高い金額だと思いますけどね。昔日本から、うん、昔日本からヨーロッパ行くのすげえ高かったと多分一緒ですよね。同じようなこともあってるはずなんですけど、傾向来てますね。そう、中国人はもちろんですけど、協定機もだからね、加減によってはどこの国にいるかわからん感じになりますよ。ほんまにすごいです。マイルストーンズでした。いやいや、自分は何やったか忘れるわ。今何やったっけ、マイルストーンズやったな。酸欠状態。そうなんです、ほんまね、酸欠になってきたらまともにもの考えられないから、もう手当たり次第投げつける感じになって、それが逆に良かったりするんですよね。あの、よりシャキシャキでいろんなことあれこれ考えるよりそっちの方が良かったりするのが。多分、まあ、あの聞きながら一緒に食いてるんだけど、苦しいでしょ。あの変わってくれてもいいんですよ。3人もどうもいいんだからね。ちょっとぐらい変わったのかって人がいてもおかしくない状況ですね。なんで僕だけがこんな死んでるんだろう。そういうこと言う人実際いるんですよ。あの朝ごろさんとシャンソン歌手の人ね、ディナーショーの時最後の時絶対会場中走り回るんですよ、一人で。散々走り回ってブレイクして、俺ばっかり走ってお前らそんなとこじっといてって言うけど、僕ら行ったらね、わけわからんもんね。収集つかなくて、ピアニストなんかそう離れられへんからしょうがないやみたいな。それも行きたい大なんで、自分らそんなとこ絶対行けって言うのがめっちゃ思うんですよ。それほんまにね、でももう65過ぎてますけど走り回ってますね。そういうこと細い細いですよね。一回八戸入ったんですよね。マリエントで
回コンサートあったんですけど、波沢も行きました。ああ、そうそうそう、ムンには行きましたね。青森まではまだ到達してないんですけど、まだそのうちね、連れて行きたいと思いますけど、マサコさんの曲ではなく、その新しい CD で、新しい CD ね、あの CD の説明ね、全然できないと、このディオやってると全然関係ない曲ばっかりやってるんでCD のこと言えないんですけど、ここでまとめて言いますね。あの、まあ、なんでこれを作ったかというと、まあ、いわゆる新曲は1曲もないんです。だけどその私先日もう55歳になったんで、いつ死ぬかもわからないんですよね。まあ明日かもしれないし、もう今日このままねここで死ぬかもしれないんですけど、なのでいつ死んでもいいように、私の、まあ、これまでのオリジナルの中から厳選した7曲をですね、自分のバンドで入れて、でこれが私の代表作だというふうに一旦ここで確定しておいて、でまあ死んだ時に、まあ、遺族がね、あのお父さんの代表作って何だって言われた時に、あ、これです、これですって、で棺にどれ入れますかって、あ、これですって言えるように、まあ、遺族のために作った感じなんですよ。遺族確定されてますか？え？なんか最近ね、青森にあの熊田の人になったこの辺にも来たんですね、青森にも来ていて、富士山の長男だっていうのが長男一人しかいないです一応長男一人だけのはずです。あの、はい、そういう申告を受けてないんでいないはずなんですけど、絶対いないとは言い切れない黙って誰か産んでる可能性はないとは言えないです。それは正直言いますけど、ないとは言えないです。あの世間に隠れてこっそり産んでこっそり育ててる可能性がゼロとは言えないです。多分ないと思うけどね、まあ、その遺族、確定してる遺族はですね困らないように作ったんですけど、まあでもそう言いながら多分、まあ、しばらくいけると思うんで、来年また新しい入れたりもする予定にしてます。今度はナッティの進めで全曲3拍子のアルバムを作ってくれて、で昨日言ったらね、冗談のつもりで言ったんですけど、真に受けたんですね、みたいなこと言って、ちょっと待ってよ、お前弟子の分際で真に受けたってないのに、ちょっと後でね、もう締めときますわ、あいつ、ほんま今日もね、本来ならね、駆けつけるべきところね、なんかサッカーの審判がどうたらこうたら、わけのわらほんと抜かしよっていうのもね、まあ、そんな弟子ばっかりさ、まあ、最近、なんだことないよ、ね、まあまあそういう趣旨で作りました。で、次お送りする曲はスローシャドウズと言いまして、曲はクイックシャドウズと一緒なんです。一緒なんですけど、うちのピアニストがね、そういうその僕のオリジナルを全然違うアレンジでこうこそっとこう隙間の時間に弾いたりするのが好き でこの曲もバラードでいきなり弾き出して、まあ、結構いいなと思ってですね、バラード版も入れました。なんでバラードなんで、まあ、クイックはおかしいのでスローシャドウズと言ったりしてますけど、曲は全く一緒でコードも何も変えてないです。ゆっくりしただけです。聴いてください。
ですよ。ずっと。信じられませんね。生まれそうですよね。いや、まだ生まれてないよ。はずなんですけどね。どっかでこつりも出る人がいるかもしれないですけど、まあその話じゃもう。それではね、さようなら曲になりました。これもね、僕実は一人でやったりしてるんですけど、一人でやるってかなりね、それこそ本当に変態なんですけどね。スピシャルじゃないですね。それも、あ、それも一人でやらないですね。でもね、やってみようかなと思ったことある。そそのかされたことある。できるんちゃいますって言われて、できるかな。ある日ね、その日だけはできるんちゃうかなと思った日があるんですけど、その日だけでした。実際やってないです。その日は演奏してないんですけど、たまにね、できるかもなと思う時があったんですけど、スペインなんですよ。チコリアの。これね、でもね、あれなんですよ。これ難しいんですよね、結構ね。でリズム的に難しくて、日本人はリズムが弱いんですよね。だから、あの変なリズム出す人が混じってるよりはね、一人でやる方が気楽でいいんですよ。あの どうすんねんっていうことが起こるんですよ。どっちに合わすねん。どうすんねんって、リハーサルも何もやってないんですか。あ、名古屋さん何も心配してないですけど。そうそう。あのこなさんは別に大丈夫です。大丈夫だと思います。現時点ではそう思ってます。信じてますとしか言わないんですけど、ね。やってみないと分かんないですよね。まあでも音楽なんてやってみないと分かんないんですよ。分かんないですね。うん、やってみてもやっぱり想像できるもんなんてつまらんじゃないですか。
好きに出てください。パンクで。そう。あ、そっち系ね。クラベス系。あ、何でもいいです。
Okay.